はい、ハッピー世界線の皆様、こんにちは、竹千代です。ということで、本日作業動画です。パチ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 。本当はですね、今日ね、朝動画をね、夜用の動画を撮ろうかなと思ったんですけど、接客だって、せっかく出かけるんだからさ、そこのね、そこで手帳タイムの、その作業している動画を撮れたらなと思って、今回またね、あ、天君が起きた。ちょっと今ね、こちらはですね、この音声はですね、普通に自分の部屋で撮っております。今日はですね、朝、早い時間に出てって、まあドライブがてらね、またスタバに寄りまして、そこでお芋のね、新しいケーキを食べてきました。なんかお芋とバニラのシフォンケーキかな。私はあんまりなんていうの、こうバニラ系のものとか、ちょっと見るからに甘いものってあんまり食べないんですけれども、でもせっかく来たからさ、季節のもの食いてえと思って、そうこちらをね頼んでみました。かぼちゃのスコーンとかね、いろいろあって、もう今秋のメニューが出ているので、まあ、スタバ自体久しぶりに行ったんですけれども、今あれですねいつものチャイティーラテのホットのグランデサイズのね、飲んでおりますうん、天君ちょっと待ってな今天君が私の何の言葉に反応したのかわからないけど、久しぶりって言い出したんで、ちょっと天君ちょっと待っててね、うん、待っててありがとうね。ということで改めまして、まあ朝スタバにこう行きまして、ちょっと作業しておりました。実際ね、うちでもその作業できるんですけど、お芋さんをドアップにし始めましたねただフォーカスがうまくいかない、すごくぶれているこんな感じの、お芋さんのねケーキでございました。でも実際ね、美味しかったです。見た目ほどね甘くはなかったかな。シフォンケーキなので、そこのシフォンケーキの部分はすごく優しい味なので、ただまあコーヒーですね、私はいつもチャイティーラテ飲んでしまうんですけれども、確実にコーヒーの方がね合う味でございました。で、作業をねしに行って、まあお家でもねそういう作業系っていうのはできるんだけれども、ちょっと場所を変えたいと、場所を変えて、集中してやりたいということで、今回お出かけをしてきました。本当はですね、今日ねちょっと屋外でちょっと写真を撮らなきゃいけない件があって、その後ねスタバ行って適当にそこら辺で買い物した後に、どっか適当なところでね、なんか写真とか撮れそうなところで停車してね、そこで写真を撮ろうかなと思ったんですけれども、肝心のねちょっと持ってくるものでね忘れたものがあって、結局ね今日はスタバ行った、買い物した、一回家に帰ってきましたね。一回家に帰ってきて、もう一回ね外に出てきました。今ね書き始めておりますけれども、私は毎度毎度ね、絶対に本当は競泳プラスチックの A4 サイズの下敷き必ず持っていくんですけれども、今日ねなぜか忘れてしまいまして、他のね別に全然必要のないものをたくさん持ってたんですけれども、肝心のこのマットを忘れていきまして、まあ、ただ A5 サイズのルイ・ヴィトンのアジェンダちゃんですね、そちらが入ってる袋が結構でかいんですよ。なんで広げると本当 A4 サイズぐらいあるので、これを下敷きにしてねテーブルにこう敷いておりました。今ね暑くなったのか暑くなったんじゃないな、なんかねコーコーしてる人がいたからね、その風を飛ばそうと思ってそうだそうだ、それで出したんだ。でもね実際ね今日はねものすごく暑かったですね。2回目にこう外出た時、もうお昼過ぎ12時半過ぎだったんですけれども、その時はねもう暑さがやばくて、本当に蒸し暑いっていうよりか夏じゃんみたいなね天気になっておりまして、今日はもうここ最近で一番暑かったですね。皆さんのところはどうだったでしょうか。今日の天気とかね、そういうのも昨日と比べてどうだったのかとか、あと面白いのは、私がたまーにやったりとかするのが、例えば10年前の今日ってどのぐらいの気温だったんだろうとかね。そう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 。気温って
多分調べるとね、多分何十年も前、50年ぐらい前のやつはね、記録がね出てくるんじゃないかなと思うので、それ実際に見てみると面白いかもしれないです。なんか戦後すぐとかの、この時期の季節の気温とかで調べると、多分ね30度以下だと思う。普通に30度以下だと思う。26とかそんぐらいなんじゃないかな。もう今の夏はさ40度近いじゃないですか。今年じゃなくて今日もね35度近くありましたけれどもなんでそういうね、手帳ネタで昔のことを調べて書いてみるっていうのはね、とってもおすすめでございましゅ。はい、ちなみにですね、今ねとっても面白い顔をしてますけれども、これは何をやってるかっていうとですね、この時ちょうどね、ちょうど、私の今大好きで超ハマっている中華 BL の転換私服のアニメの、挿入歌ですね、それが流れてるんですよ。今イヤホンしてるんだけどまんざらでもねえというかもう本当にその時ね、もうマジでもう耳が幸せすぎて、もうにやけるのを止めるのに必死な顔がさっきの顔でございました。それで必死にね、感想をね書いておりますけれども、私は基本的に外で手帳タイムするときは、まあ、こういうさカフェとか行くと大体 BGM ってついてると思うんですけれども、私は必ずイヤホンはしてますね。うん、それ別にカフェだけじゃなくって、例えば外で買い物してる時とかね、まあ一人で買い物してる時よ、誰かと一緒に来てるとかそういう時は絶対しないけれども、一人でプラプラしながら買い物をするっていう時には必ずイヤホンをするようにしております。それはなんでかっていうと、外界の音をシャットダウンしたいからですそうそうそう、自分の好きな音楽とかね、あとは最近よく聞いてるのは中国語のね、なんだろう、なんて言うんだっけこういうのなんだっけな、なんか春訳系の、あの日本語訳の次に中国語の文章が言われるようなやつ、そういうのが本とかアプリとかであったりとかするんですけれども、それをね聞いたりとかしております。で、車の中とかも普段だったら音楽かけてねノリノリでいるんですけれども、最近はそういう中国語のね勉強してるので、まあできるだけその中国語を聞いておきたいので、車の中でも中国語のね日本語訳と、中国語訳ね、両方かかるようなやつを流しております。で、画角が変わりました。で、私のねつけてるねパワーストーンはね毎年毎年変えているんですけれども、なんかたまにね質問をいただきまして、毎年毎年変えてます。今回はね、水晶と、あとねこれ混ざってんだよ、なんかルチルクォーツとのちっちゃい玉となんか違うやつが混じってるようなやつだったと思う。うん、忘れちゃった、何なんだったかなんかその時のその年のイメージ、自分のこうイメージをこう思い浮かべて、でその時にあった石を毎年毎年私は選んでおります。作ってもらうっていうかね、うちはあのうちにパワーストーンがあったりとかするので、その中から自分で石パパパパって選んで、それでママチに入れてもらうみたいな感じかな。あのテグスみたいなさ、その丈夫なテグスみたいなやつに、通してもらって、作ってもらってます。まあなんかパワーストーンとかって私の場合も高校生の時からつけてたりとかするので、なんだろ う、 もうあまりにもこう日常にね溶け込みすぎてて、もはや特別な意味というかそんなにないんだけれども、まあ人によってはねそのお守りとかいろんな意味合いで持ってる人もいると思うんだけれども、1年に1回必ず変えております。っていうのも、まあ浄化とかね、いろいろあるんだけれども、例えばその月明かりがうんたらとか、太陽にうんたらとかね、あのなんかお水にうんたらとかね、なんかそういう浄化の方法で政治がうんたらとかいろいろ出てくると思うんですけれども、私はね、基本的にそんな、あの、積極的に浄化っていうのはしないかな。あ、もちろん、すんごい気持ちいい天気の時とかね、あとは、例えばなんかもうめちゃくちゃ綺麗な小川のところに行ったとかね、そういう時は洗ったりとかなんかしますけれども、特別なことは何にもやってないです。水槽のさ、なんか粉々になんか砕いたようなやつとかね、そこに置くようなやつとかもあるんだけれども、特別何にもやらないです。うん。
でずっと持ってる人もいるだろうけど、多分ね浄化はした方がいいんだと思う。おそらくね、きっとさ、そういうさ、例えばまあ客商売してたりとか、あと人にめちゃくちゃ会うとかね、あとはなんか自分の中でいろいろ溜め込んだりとかしてる人とかって、多分石とかってそういうの吸っちゃうからさ、そうそうそう、髪の毛と一緒でね、うん、なのでたまにそれで浄化してあげたりとか、あとは自分の心機一転の時にはもう変えちゃったりとかね、私はもう年末年始の、ちょうどいいこの何カレンダーの時に、変えちゃったりとかしております。はい、今ですね、芋のケーキを思い出して食べ始めましたね。そうなの、作業してたらさ、芋のケーキがあることを忘れててそれで食べ始めております。はい、一口食べようと思ったらケーキ倒れるそうなの、あのね、はいはい、また倒れる。はい、何をやってるんでしょうねもうさ、重心がさ後ろにかかってるからさ、もう全然なんかどうしようもなくなって、結局ねはい倒れました。はい、完全に倒れました。こんな感じでね、食べました。うん、なんかいつもさ、こうやってケーキ頼むんですけれども、だいたいいつもねニューヨークチーズケーキとか頼むんですけど、そのたんびにね、ケーキを頼むたびに、あ、なんでチャイティーラテをトールとかね、にしないで、トールとプラスホットコーヒーとか今あればちょうどいいのになって毎回毎回思うんですけれども、なぜか最初レジでグランデ行っちゃうんだよね私はちなみにですね、ホットの飲み物が大好きですね。あの夏でも冷たいものってなかなか多分数えるぐらいしか飲まないんじゃないのかな。飲んだとしても常温とかでなんか氷が入ってるような感じのものは全然飲まないので、この間なんかカレー屋さんに、東京から帰ってきた後にカレー屋さん寄ったんですけれども、そのカレー屋さんで氷の入った、ラッシーですね、そちらを飲んだ時に、あ、久しぶりにこんな冷たい飲み物を飲んだなって思ったぐらいなんで、そうそうそう、いつもねホットしか飲まないで、それ別にね体のためがうんたらとかじゃなくって、なんか冷たい飲み物があんまり苦手なのよね。キンキンに冷えたやつとかね、なんか胃がキューってなっちゃってさ、そうそうそう、ただただ苦手ってだけですで今ね何をやってるかと言いますと、スマートフォンをですねちょっと折り曲げて、なんかパソコンみたいな形にして、ブルートゥースのキーボード、これアイクレバーのキーボードなんですけれども、折りたたみ式のキーボードですね、ブルートゥースとつながっております。でそちらを広げて、ノートの記事を書いております。だいたいね、本当はね、私はね、もっと家だったらね、ガチャ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 やり打ちたいんですよ。もうこのアイクレバーのね、こちらのキーボードはね、多分よっぽど静かな指使いの人が打たない限り音が出ちゃうのね。うん、なのであんまり、例えばワークスペースとかでさ、丸善の3階みたいなさ、ワークスペースあるじゃん、みんなが静かに過ごしてるようなところ、ああいうところでは向いていないですね。うん、そのキーボードのさ、タッチ音ってさ、わかんないじゃん、ネットで買うと。そう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 、私は普段ね、パチ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 っていう音大好きなので、そのキーボードカチャ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 いう音大好きなのね。なんで別に人がねカチャカチャやってても何にも気にならないんだけれども、もう全然今静かなやつあんじゃん、もう何も聞こえませんみたいなやつね。でそういう、人たちにとっては多分このキーボードの音ってさ煩わしかったりとかするから、なんで私はそういうなんか静かな、そのワークスペースの時はキーボードとかも使わないで手で打ったりとかするんですけれども、ただね、まあこういうカフェとかそういうところはもう人話してる人とかもたくさんいるし、 BGM もかかってるし、店員さんも喋ってるしみたいな感じで、そんなに目立たないので、こうしてねキーボードをねパチコラパチコラいつもやっております。でこれで記事書いて、でそこから買い物に行ったわけなんですけれども、今日はね何を買ってきたかっていうと、まあ、本でね一冊買ってきたのがあって、村井理子さんっていうのかな、ちょっと待ってね、あ、村井理子さんですね、翻訳家の方の本ですね、それを買ってきました。ある翻訳家の取り憑かれた日常っていう本なんですけれども、割とそのページ数がエッセイなんですけれども、365ページぐらいあるのかな。うん。
全部エッセイになってて、毎日毎日のこの日記みたいなのになってるんですけれども、なんかこういうさ翻訳家の方とか、あのそういう学問的なねお仕事のもの、お仕事されてる方の日記とか読むと、その学問に対するその知識みたいなものが得られたりとか、あとやっぱり作家さんとかね、そういう方のエッセイを読むと、このその作家さんが普段何を読んでるのかとか、今何を読んでて何が気になってるのかとか、そういうことを知れたりできるので、もしあの本をね読みたいんだけれども、自分は一体どんな本を読めばいいのかわからないっていう人は、エッセイストで今もう人気な人ってもうめちゃくちゃいるからさ、そうそれこそさ、三浦しをんさんのさエッセイとか本当に爆笑ものだから、あれこ三浦しをんさんのエッセイはオタク全員におすすめです。もうすごい、本当にすごい、表現とかも電車の中で読むのは、ね、おすすめしないです、笑っちゃうから私も一回ねマジで山手線の中でもう腹抱えるぐらい笑いたくなって、ほんとやばい時があった。その時はね、あのコロスケの時代だったからマスクしてたからさ、どんだけニヤニヤしてても、まあ、目だけ笑っててちょっと気持ち悪い人だったらだろうけれども、あの平気だったんでめっちゃゲラで笑ってたんですけれども、今はさできないじゃんそうそう、三浦しをんさんのエッセイは本当にマジ神、うん、なんでおすすめです。あとはなんか私がまあ学生の頃好きだったのは丸谷彩一先生とかね、もう亡くなっちゃったけどね、そういう作家さんの、エッセイ本をよく読んで、その中で出てきた本をもう片っ端から読んでみるっていうことをねしておりました。そうするとね、もう芋づる式にね読みたい本って出てくるのよ、うん、あとは、その出版社が出してる目録みたいなやつがあるから、それを見つけて、それの中あらすじが書いてあったりとかするからね、その中から面白そうな本見つけてそれを買ったりとかね、そういう感じで本をね楽しんでおりました。ということで、なんかあっという間にね、これ17分の動画なんだけれども、あっという間になんか17分喋っちゃうねということでね、今日も見てくださりありがとうございました。またこういう作業動画ね、後でレコーディングする感じの作業動画をねまた撮りたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあ皆様ね、また明日のライブ、朝ライブでねお会いいたしましょう。でありがとうございました。バイチョッチョー。